ただ箱自体が、箱っていうのはライブハウスね、ライブハウス自体がこういう感じではないので、どっちかというとこっちはバンドライブに近いような感じですね。そうですね、うん、やりやすい、すごいやりやすい。あの元々私は、ロックバンドを組んでまして、そっちの方が見た目に反してロックバンドを太っててもロックバンドができるんだって典型例でございますね。なるほどね、はい、ただそう、うるせえな喋ってんだ事故事故ハッピーハッピーでございますね。はい、はい、なんでね、なんかこうライト熱い空調効いてないみたいな、空調効いてない嘘です、こんなもんです。ちょっとダメすぎない、それ。え、何が？お借りしてるからね、今日頑張っていこう。そうですね、はい、空調効いてないと思うのは僕が太ってるからです。そうです。はい、どうも、ももみです。最低だな、君は。最低の挨拶だな、うん、そうそうそう、泣きそうだよ、もう、うん、帰りたいもん。ダメ、頑張っていきましょう。わかりました、はい。ね、土屋がポカリスエットをね、飲んで水分補給させて、あ、土屋はね、大塚ディーパさんでライブをやらせていただくときは絶対ポカリスエットを飲むようにしてるんですよ。なぜなら、大塚製薬さんが作ってるから。大塚つながりでね、これね、3回に2回は来るんだけど、今日残りの1回だったかな。あんまり反応がよろしくないですね。そうね、つまんないダジャレに俺を巻き込んでほしくないわけよ。ほんとごめんね、ごめんね。いやらしい、おっぱい、ほんとにダジャレ好きよね、おっさんよね。そうね、特撮ゲームとか言ってね、こうやったりするんですけどね、全然分かんないですね。あんまりそんなこと伝わらないけど、はい、頑張っていきたいと思います。皆様、アイドルとか、ほら、皆さん、ほら、ハロプロとか、あ、そうだね、さっきもね、あったもんね、多いと思いますんで。そっか、僕もハロプロ好きですよ。そうですか、すっげえ興味なさそうだ。興味ない、ね、早く次の曲に行きたいなって。もうね、もう尺のことで今頭いっぱいなんだわ。今日はお時間ありますよ。本当ですか？大丈夫だと思います。はい、じゃあ頑張っていきますよ。だけど、次の曲行きましょうか。そうですね、はい、次はどんな曲ですか？現在放送中の、8時からおいえ日曜は…おいえ、はい、おいえ、はい、おいえ、はい、日曜日朝8時、はい、テレビ、はい、テレビ朝日さん、朝日さん、はい、テレビ朝日系で放送中の君は捨てまかい。え、捨て間かい？別にお金もらってないから捨て間もクソもないじゃないですか。はい、まあ欲しかったら欲しいですけどね。そうですね、はい、皆さんというか東映の方が、まあ、見てねえか。でもどこにね、誰が見てるか分からないからね。分からないですからね。ニコちゃんかしときましょう。はい、はい、現在放送中の仮面ライダーフォーゼ、挿入歌よりジャイアントステップ。
もう興味なくて、僕らが興味あるんで特撮の話をします。ついてきてください。大塚製薬いいからさ、トークしようやな。はい、ちょっとドーピングさせていただいて、はい、はい、そうですね、新しい仮面ライダー解禁になりまして、名前とか言っていいのかい。まあ、内緒で仮面ライダー、仮面ライダー仮面ライダーフフフフっていう、魔法を使う仮面ライダーらしいですね。そうですね、なんですけれども、うん、君は素直に応援できるかい？え、俺だって超楽しみじゃん。だってなんか指輪で変身して、そこまで行ってしまう。いいんじゃないかな。分かった。まあ、じゃあなんか指につけた何かで変身して、そうだな。そうだな。うん、なんかマジック的な何かで増えたり、そうだな。あとなんか羽織っぽい感じのね。そこまで行ってしまう。なんかマントっぽいかっこいい感じの。うん、で監督も仮面ライダー響きの監督さんで。そこまで行ってしまう。はい。まあ、それは解禁ですよ。確かどこも。なんですけど、もう俺だってすごく楽しみですよ。もう毎年毎年楽しみで楽しみで。いいいいことだな。何そのなんか奥歯に物挟まってるそうですね。私その仮面ライダーふんふんふんのちょっといい、え、喋ってて、あ、喋ってる、着替える、あ、着替える、あ、同じ会になるの。なので、うん、なんか礼儀正しくな。そうですね、仮面ライダーふんふんふんのオーディションを受けて落ちたわけですけれどもね。あ、ちょっと素直に応援できるかどうかがとても不安なんですけれども、頑張って応援したいと思います。そりゃあのアイドルグループには勝てないよね。だって土屋一人だもん。だって土屋一人なんだもん。今年なんか女の子のキャスト多いですよね。そうね、それでも選ばれなかったんだよね。うん、何が足りないんだと思う。え、年齢が多いんじゃない。足りなくない、多い。ギリギリ昭和生まれだからってこと。そうそうそう、あ、年齢言っちゃった。怖い、超怖い。はい、そんなうちはネタどうでもいいんですけど ね、頑張って先輩に入って。うちはネタもそう、お前公表してんじゃねえか。そうですね、はい、そうですね、うちはじゃねえ。そんな愉快なユニットでトリニティと申しますからね、皆さん忘れないでくださいね。はい、うん、はい、はい、3曲目に行く準備はできましたか。あっつ、うん、ツヤ、ジャブジャブ、はい、はい、はい、気持ち悪いですけどもね。3曲目に、私はシャクシャクっていきたいと思います。シャクシャクで、はい、カジローリーですね。いきたいと思ってるんですけれども、続いての曲は、去年というかちょっと前までやってた、戦隊で、海賊戦隊ゴーカイジャーというものがございまして、それの映画、そうですね、昭和の、まあ、お父さん世代に割とストライクな、宇宙刑事ギャバンとコラボした、海賊戦隊ゴーカイジャー VS 宇宙刑事ギャバンという映画がございまして、はい、それの主題歌メインテーマの、うん、じゃねえ、嘘だよ、間違えた、それ、それ後で、これ本当ごめんなさい、今ね、最後の曲なんですよ、その前にもう一個あるんですよ。おい、すげえ、1分時間が戻った、楽しい。ですね、はい、次歌う曲はですね、はい、はい、後でカットしてください。はい、もう段取りめちゃくちゃ。え、待って、本当に私ちゃんとやりたいからちゃんとやってくれる。はい、次の曲はですね、パイレーツガールズという曲で、その海賊戦隊ゴーカイジャーの女の子が2人いるんです。黙って、女の子が2人いるんですけど、その女の子2人がね、こうモチーフになった曲となっておりまして、タイトル通りパイレーツガールズなんですけども、今日は片方こんなぽっちゃりで皆さんお許しいただければなと思います。お前一人でできんじゃん。できるよ、普段 MC やってるからね。ああ、MC やってるからね。そう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 、モデルと MC やってるからね。そう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 、そう、海賊戦隊ゴーカイジャーまで合ってるから間違えちゃった。はい、ごめんちゃい。はい、そろそろ行きましょうかね。はい、ワンコーラスですが、はい、海賊戦隊ゴーカイジャーよりパイレーツガールズ。
Thank you.
君がくれたもの忘れない。また一人じゃ探せない、大事なものがあるから、きっと俺たち旅を続けてく。また一度の出会いでも交わし合えたならば終わりのない、きっと何か悪い「君がくれたもの」